こんにちは、水墨絵師の松木牧前です。いつも見てくださってありがとうございます。励みになっております。さあ、楽しい水墨画のお時間がやってまいりました。今日も皆さんと一緒に新しいお題目に挑戦していきたいと思います。今日はですね、すすきを描いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まだね、チャンネル登録がお済みでない方、ぜひね、チャンネル登録をしていただいて、一緒にすすきに挑戦していきましょう。始まる前にちょっと告知なんですけれども、水墨絵師松木牧前、オンラインレッスンはね、7月からスタートしております。よりね、水墨画を、基礎から深く学びたい。そしてルールとかタブーもねありますので、そういったところにもね、触れていきたいと思ってくださる方いらっしゃいましたらば、ぜひオンラインレッスンお申し込みお待ちしております。1対1のねリモートでのレッスンになりますので、歩幅を合わせたね授業内容になっておりますので、1時間半3500円、入会金も年会費も必要ありませんので、お月謝3500円で、スタートできる内容になっておりますので、ぜひね、お申し込みいただくこと心よりお待ちしております。はい。で、基礎とかね、あと四君子中心にさせていただいております。詳細はですね、またコメントの方に、書いていただけましたらば、チケットの購入方法などお知らせさせていただきたいと思います。で、過去の動画にね、比較的大切なお知らせという動画も上げておりまして、そこでね詳しく流れなどお話しさせていただいている動画もありますので、遡っていただいてご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。では道具のご紹介になりますが、紙はですね、マシ使っていきます。ツルツルの面に描いていきましょう。墨はですね、河川の清墨、墨液を使っていきます。はい。すでにね、梅皿パレットに入れております。これはね、そのままボトル注いだ状態の、これをね濃墨として使いますね。はい。で、お筆は、付け立て筆、作用筆使っていきましょう。私は今日はね、作用筆の小サイズ使っていきますね。はい。道具のですね、詳細とか、あと揃えておきたいアイテムの、内容などは、過去動画にね、詳しく説明している回がありますので、お手数ですが、遡っていただいて、そちらも合わせて見ていただけると、幸いでございます。では、やっていきましょう。お筆よく洗いました。毛先にですね、少し、はい、濃い墨をつけます。はい。でちょっとね、パレットでコロコロしておきましょう。これパレットコロコロ法ね、私がね勝手に名付けてるんですが、これ何やってるのかというと、彫刻をやっております。彫刻とはね、水墨画を描く上で大切なことなんですけれども、過去動画にね、彫刻の仕方や三墨法の詳しい動画を上げておりますので、お手数ですが遡っていただいてご覧いただけると、より理解が深まると思いますので、ご覧になってください。で、簡単にね、お話しすると、お筆に含ませた墨の分量や配置で描ける表現が変わってきます。はい。で、それをですね、整えるのが彫刻になります。で、牧前流としまして、結構ね、三墨法の割合が多いんですが、今回も三墨法で描きたいと思っております。で、それをね、簡単に彫刻する方法が、この、パレットコロコロ法ね、パレットにお筆を押し当ててコロコロする。そうするとこの中身のね彫刻が簡単で素早くできるかなと思っておすすめさせていただいている方法になります。はい。もしよかったらね、試してみてください。はい。では書いていきますね。また濃い墨取りました。パレットコロコロしておきます。ここから頬をね、描いていきます。点々でね、表現していきますよ。墨のね、付け足しなしですると、こんな感じでね、
濃い墨が最初に落ちてくれるので薄墨だけになっていきますが、そうすると向こう側のね奥行きの表現になるので、そのまま薄墨になってもね何回かこうつなげて描いてみてください。そうするとこう遠近法というかねが演出できますね。こういうあの点々でね表現していきます。あんまりこの点々の間がね空きすぎるとちょっと表現が違和感出てくるので、あとで薄墨でね足しながら加えていくといいですね。こんな風にね、そうするとあのよりっていうんだろう表情が出ていいですよね。で、あの基本植物とかはね、成長する方からこう描くといいんですけど、まあ、描きやすい方で大丈夫なので、外から内に入ってもいいし、根元からあのこの根元からね生えてもいいし、どちらでも自分のねやりやすい方で大丈夫だと思います。こんな感じかな。ちょっとこれで置いときましょうか。描いていこうかな。はい、また拭うように取りまして、パレットコロコロしておきます。はい、続けてやりますね。次はなんかこう開いてる感じのね、どんどんやっていきますね。
次葉っぱいきましょうか。これね、結構発木させるとね、あの毛がこう開いてるモフモフ感が出るので、発木させながらもいいですよね。いや、地道な筆使いだけど楽しい。はい、ちょっと取ってコロコロしておきます。ちょっと水分取りますね。もう一回ちょっと墨つけます。はい、見えてるかな。なんかちょっとよいしょかな。たくすずみ取ってコロコロしておきますね。で、水分ちょっと取ります。で、ちょっとまた墨つけちゃいますね。かたくまかな、うん。同じく墨取ってコロコロします。で、水分ちょっと取りますね。で、毛先にこっちの上半分ぐらいかな、片側にね、つけました。で、ちょっと構図的にここが欲しいので、ここに入れていきます。はい、ではススキの完成です。皆さんよかったらご参考にしてみてください。気に入っていただけましたらば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。水墨画人口1万人目指しております。皆さんと一緒にね、これからもいろいろなお題目挑戦していきたいと思いますので、応援していただけると嬉しいです、はい、では最後までご覧くださいましてありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。松木墨禅でした。